江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら慶国の掲示板からのご紹介でございます。慶国民、慶国在住4年目の外国人が理解できないという慶国文化ということでスレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。それではスレ主の書き込み行ってみましょう。くーちゃんお願いします。慶国に住み始めてから4年目になる私ですが、未だに理解できないものがあります。それは女性専用駐車場です。ピンク色で小さな女性のアイコンが描かれてる駐車場ですが、どこに行ってもあります。女性だけのための場所で、実は私も渓谷で初めて見ました。なぜ女性専用駐車場が必要なのですか？もちろん特定の人向けの駐車スペースがあることは理解します。障害者優先駐車場や妊婦のための駐車場です。しかし、なぜ女性のための駐車スペースが必要なのか理解できません。これは平等じゃないですよね。女性の運転が下手くそだからなのでしょうか？私はこれは絶対に不必要だと思います。特にソウルは駐車スペースを探すだけでも大変なのに、なぜそれをもっと難しくするのでしょうか？運転が下手くそなわけで女性専用駐車場があるわけじゃないと思うんだけどね。あれだろ、昔女性蔑視が激しかったから、あれだろ、女性か、なんだっけ、女性家族部がこういうの推進してんでしょ。はい、じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応いってみましょう。運転が下手だから、それは我々にもわからないわら。外国人の観点では障害者と同じ扱いなのかと怒って当然の部分なのに、我が国では自分が便利ならそれでいいと考えてしまう。本当に理解しようとするなら、仮に朝鮮時代100年間男性の家父長的社会制度が極端だったから、今はその部分を考慮して女性の社会的地位を守る段階というふうに無理やり理解することもブルブル。あ、無理やりなの？あ、その理解は無理やりこじつけで理解してることになるんだ。そうなんだ。最近は女性専用駐車場を見つけると必ずそこに駐車する、わら。めちゃくちゃ広くて快適だ、もう意味ないじゃん。じゃ俺もよくここに駐車してる、わら。別に誰に見られても気にならない。実は法的拘束力もないから気にせず駐車するといい。生きていて理解できないことが多い。バスの女性専用座席や女性専用駐車場、女性専用住宅があることも。そういうのに疑問を感じるんだったら韓国に住んじゃダメだな。まずこれは渓谷文化じゃないんだけど、普通は自分を弱者扱いするなと怒る部分なんだけど、これを特権だと思ってるのがおかしい。男女平等ではなく、自分が優遇されることを心から望んでるんだろうね。ここまで広々とした駐車場を用意してる時点で、自分たちが運転が下手くそだと認めてるようなもの。まともな人間ならこの優遇を廃止することを求めるべきだ。女性による女性のための女性の国、母親と一緒に出かければ何の気兼ねもなく使える優れた駐車場。女性専用駐車場はほとんどが出入り口付近にあるから、ありがたく使わせてもらってる。何か言われたら見た目で判断するのか、俺は女だと叫ぶつもりだ、わら。これを見かけると黒い塗料で塗りつぶしたくなる。マジで海外では一切見たことがない。渓谷特有の文化と言っても過言ではないと思う。フェミが求めるものは平等ではなく特権ということだ。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。例えばあれなんだよ、話全然変わるけど、なんだっけ、コラボって日本財団から補助金もらったの？そういえばなんかそんなサムネ見つけたけど。全部が理解できないんだが、そもそも渓谷に何歳いるなよ。国の存在自体が理解できないわ、わら。4年も住んではるんだ、つわもの感が、わら。4年目だろうが100年目だろうが、渓谷は理解できんよ。一番理解できないのは、女子トイレの壁にトイレットペーパーが大量に詰まってることじゃね。障害者向けだけで十分やろがい。ボクシングやってるんだけど車止めていい？玉ついてるんだけど。K さんはこれが優しいとか思って作ってるのかな。我々にもわからないって歴史を直視してない証拠だな、わら。
この前の金メダルの女性ボクサーはキャン玉があったと炎上してるな、わら。名古屋の地下鉄で女性専用車両はどう説明するのかな？痴漢防止だろうね。困ってる人に親切にする傾向がないからこういうことしないとならないんだろうな。枠内にまっすぐ止められず、なんならはみ出す勢いで斜めって止めるからか？ LGBT 的に言い張ればいいのね。よかったね、オリジナル文化があって、わら。ヨーロッパ圏には体格のいい人向けのベンチとかが公共施設にあるけど、そういうのの方がまだマシだわ。これは女性の車って認識されて、むしろいろんないたずらされてそう。はい、ということでね、パチ屋に女性専用席あんの？そんな、そういうのあるんだ。それなんで？隣に男性座ってほしくないとか、そういう意味？それとも女性客を取り込みたいから女性専用とかあんのかな？そんなのあんだ。いや、行ったことない。あんまり行ったことないからわかんないけど、そんなのあんだ。はい、レディースシートってのがあんの。カップルシートもある。いろんなのあるんだね。男性シートは？メンズシートはないの？ないのか。カップル席ある、イベントやるため。そうなんだ。じゃあお店側のその戦略的なものでレディースシートってのがあるよってことね。男性はないんだ。あ、残念だね。はい、じゃあこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。でもさ、レディースシートが出なかったらどうするの？そしたら差別にだになっちゃうじゃん。わざとなんか渋い設定にしてたらさ、ダメじゃん。なんか文句出そうだよね。じゃあ出るのか、逆に。レディース席は出るのか。ではまた。